日本海筆水ラインは、新潟県糸井川市の一ぶり駅から同県、上越市の直越駅までを結ぶ越後ときめき鉄道の鉄道路線である。元は、西日本旅客鉄道北陸本線の一部で、2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間、延伸開業の際に並行在来線として、経営分離された区間のうち、 越後ときめき鉄道が継承した新潟県内の区間にあたる。なお、石川県内は IR 石川鉄道が、富山県内は愛の風富山鉄道が継承した。当線含む3社の各路線は、北陸本線や新越本線、上越本線、大宇本線などとともに、日本海中間線の一部を構成している。路線名は、移管前に、公募の上、 株主アンケートの結果を踏まえ、検討委員会から取締役会に提案されたもので、地域の特産である翡翠から光り輝く日本海のイメージを表現したものである。日本貨物鉄道も引き続き、全線にわたり第二種鉄道事業者となっている。この区間は全区間が電化されているものの、輸送密度が遺憾前の2007年実績で全線で1470人。 日と経営分離区間の中でも特に輸送密度が低く、加えて、越後押上翡翠海岸駅家事屋敷駅間のデッドセクションをお境に、糸井川方が交流電化家事屋敷方が直流電化と電化方式が異なっていることを踏まえ、高直流電車の心臓、購入費及び維持費などのコストを考慮し、船内の旅客列車は一部を除き起動車を使用している。なお、 貨物列車が引き続き通過するため、電化設備は損置されている。越後押上翡翠海岸駅と梶屋敷駅間の高直セクション。富山側の手前側が交流 20KV60Hz 区間。直越側の奥側が直流 1500V 区間海岸沿いの断崖が続く、親淵付近や、フォッサマグナ製塩部の地滑り多発地帯を通過する路線であるが、 北陸本線時代の1965年から1969年にかけ段階的に行われた伏線化、電化と同時に防災対策の一環としてトンネル主体の新線へ切り替えが進んだことにより路線延長の55.8%がトンネルとなっている。このうち首木トンネルは JR 以外の鉄道では最長のトンネルであり途中に筒石駅を有する。 このため、機動車での運転にあたって、いかんじに避難誘導設備の強化が行われている。本節では一体的な運用が行われる、白駅一ぶ駅間の愛の風と山鉄道線も、含め記述する。なお、秒光はね、馬、ま、ラインと異なり、特別料金が必要な定期旅客列車の運転は、行われていない。以下、 突起ない限り2019年3月16日ダイヤ改正時点での運行である。また文中における上り、下りは一ブリ駅方から直越駅方に進む列車を下り、その逆を上りとする。2019年3月16日ダイヤ改正で全ての定期旅客列車は乗り入れ列車も含め普通列車となった。ダイヤは拠点駅の直越駅、 北陸新幹線と接続する糸井川駅を中心とした編成となっている。運行本数は、おおむね1時間に1から2本の運行であり、各区間とも19往復、日が確保されている。自社車両使用列車糸井川駅に停車する ET122 系白駅で、重列停車する ET122 型と愛の風と、山鉄道521系。二千十五年六月四日。 白駅糸井川駅、直越駅間の運行を基本とし、朝と夕方の通勤通学時間帯に、糸井川駅、直越駅間、早朝と夜間に白駅糸井川駅間、日中に白駅から明光はね馬、ライン、荒井駅へ直通する列車が設定されている。機動車単行によるワンマン運転を基本に、朝夕は2両編成で運転する。運行は、 愛の風と山鉄道線区間を含め、越後きめき、鉄道直越運転センターの乗務員が担当する。白駅では、富山方面へ向かう、愛の風と山鉄道の普通列車、もしくは愛の風来イナーと同駅の2番線に、重列で停車し、乗り換えの便を測っている。接続時間は2分から40分程度を確保している。 愛の風と山鉄道車両使用列車、白駅伊勢との直通列車に使用される。糸井川駅伊東へは乗り入れない。金沢駅糸井川駅間に一往復、高岡駅糸井川駅間に上り一本、富山駅糸井川駅間により一本が設定され、朝に下り列車、夕夜間に上り、列車が運転されている。またワンマン運転は実施されない。この二往復のみ、 一ブリ駅トイガー駅間も含め合いの風と山、鉄道運転管理センターの乗務員が運行を担当する。2016年4月23日から自社の専用車両 ET122 系1000番台を用いた観光列車、越後キめき、リゾート行き月下が運行されている。詳細は当該項目を参照。移管前から JR 貨物による 貨物列車が引き続き運行されている。ただし船内には経営分離前の2008年3月15日に、大見駅を発着するシャーツ海列車が廃止されて、以降、定期貨物列車が発着する駅はなく、大見オフレールステーションで、トラック便の取り扱いがあるのみである。本路線は前述の通り、JR 西日本から引き継いだ路線のため、検測車は経営移管前と、 同じく JR 西日本の所有するキア141系機動車443系電車が入線しているが2017年から JR 東日本の検測者であるキア E193 系機動車も入線するようになった。JR 東日本キア E193 系が入線するようになってからも JR 西日本からのキア141系機動車 443系電車の乗り入れは継続しており、同じ路線に JR2 社の検測者が入線する珍しい事例となっている。開業当初、糸井川地区における特急、北越の代替として、泊駅、直越駅間に1往復、糸井川駅新潟駅間1往復が設定され、朝に下り列車、夕夜間帯に上り、列車が運転された。線内運転列車は、 ET122 系機動車、新潟発着列車は、東日本旅客鉄道新潟車両センター所属の485、軽電車を使用した。しかし、2017年3月4日のダイヤ改正で、新越本線直通列車が、直通終了、普通列車化したことで、線内運転の位置往復のみとなった。その後、二千十八年三月十七日ダイヤ改正で、 朝の下り列車、2019年3月16日外ヤ改正で夜間の上り列車が廃止され、消滅した。廃止時点での停車駅は、直越駅、名立駅、能駅と、梶屋敷駅、白駅間の各駅であった。越後時めき、鉄道日本海ヒ水ラインの近年の輸送実績を、下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、 年度での値。標中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。館内鉄起動事業者輸送実績よりは薄い。移管開業後の営業列車での運用車両について記載する。便宜上、市振り川の全旅客列車が乗り入れる、愛の風と山鉄道線。 白駅一部利駅間も合わせて記載する。線内13駅のうち、有人駅は、糸井川駅、直江津駅、能駅の3駅のみで、それ以外の10駅はすべて無人駅である。このうち終日駅係員が配置されるのは、直江津駅のみで、糸井川駅と能駅は早朝、深夜は、係員無配置となる。いずれも、急線上、新旧切り替え店に所在。越後きめき。 鉄道と新潟県、日本海筆水ライン、秒光はね馬、ライン沿線の3市では、路線の駅間が長い市街地区間について、新駅設置の検討を進めている。日本海筆水ラインでは、糸井川市内に2駅の構想、計画があり、大見駅糸井川駅間の今村新田駅と、糸井川駅火事屋敷駅間にある、再開踏切付近の押上駅について、整備方法などを検討している。 構造は前社が相対式2面2線、後者が自撮り式2面2線で計画されており、法務庁は前社が4両分、後者が2両分となる。これらのうち、県立糸井川高校と健康精連、糸井川総合病院への通学、通院需要が見込める押上駅については、費用対効果がより高いとして先行して整備する方針とされた。 2019年9月に、押上新駅として設置が認可され、2020年8月9日には、駅名が、越後押上翡翠海岸駅に決定し、2021年3月13日実施のダイヤ改正時に開業した。今村新田駅については、糸井川市により2018年度をメドに、押上駅と同時に施設設計に入るとされたが、開業時期は未定とされている。 ありがとうございます。